れがそうかよ。目的地に到着しました。お疲れ様でした。はい、目的地に着きましたけど、石山古墳。ナンバー3番目の古墳でございます。伊賀ではね、ナンバー2番でございますよね。どこから入るんだろうね。あれ入るとこないぞ。これはなんもなんでも入れんやろ。残念やね、入れないね。綺麗な花が咲いとるけど、この奥ないね。これはちょっと入れんぞ。これじゃ無理でございますね。これ全部越えよう。それじゃちょっとね、小ぶりやもんね。こんな感じやな。ここやな。ここだ、ここどうやって行くのよ。前方後円墳120メートルあるんやけど、どうやって行くんかね。これはちょっと行かれんな。なんもだね。もこれ行く無理やな。これこんなんやもん。ちょっと待ってよ。横から入っとないかね。あ、フェンスやな。無理か。まあ何も調べしてないからね。行き当たりばったりでございますからね。残念か。しかし5分みたいな感じしないんだけどね。こうあって奥にこうか、わかりませんな。ちょうどこうやな。こうやもんな。
行かれるか。はい、大さん、わかりません、入るとこわかりません。反対回ってみようか。はい、出てきましたけどね。入るとこありませんか。ナビによるとこの奥やけど、入るとこない。ないか。いやー、なさそうやね。ああ、残念、ないね。残念よ、残念よ。なに、こっち？どこよ。ここ行きましたろ。ダメだ、わからん。目的地の到着予想時刻頃の電気が曇り